皆さんこんばんは。今日も普段トドショーで活躍をしている5頭のトドたちの閉館後の様子を撮影しています。まず今日は前のステージに今撮影しに来たらすぐヒロがまた上がってきました。ダイビング台にはまたノリトがいまして、ここでキタロウが寝ています。キタロウは今日は3時ぐらいからもう寝始めていました。ノリトはすっかりここが気に入ったようですね。で、プールにはテッペイと小次郎が泳いでいます。こっちがテッペイかな。はい、こっちがテッペイです。で、この辺にいたのが小次郎です。これはヒロです。なんか顔を描いています。前回のコメントで、鉄平は伊勢シーパラダイス生まれという話をしたんですけれども、伊勢シーパラダイスにいるこてつくんは鉄平のお父さんです。顔はあんまり似てないと思います。結構こてつくんはまるっとした感じのトドですけれども、鉄平は首もあんまり太くなくて割とスリムな体型のトドです。やっぱり鉄平と小次郎は意外と仲がいいのかもしれませんね。ここ最近いつも一緒にいますね。あとはですね、コメントでこれもいただいたんですが、飼育員がトドたちを見分けられるようにトドたちも飼育員を見分けているのかというコメントだったんですけれども、見分けてますね。トドたちもそれぞれ飼育員を見分けています。なんで見分けていると分かるのかと言いますと、まあ、ショーとかトレーニングで入った時にこっちの飼育員の言うことは聞くけどこっちの飼育員の言うことは聞かないといったような出来事が起こるからです。まあ、動きの違いとかもあるんでしょうけれども、やっぱりベテランの飼育員の指示には従いますけれども、新人の飼育員はちょっと舐められがちです。勝手にいなくなったりしますね。なのでトドたちも、まあ、アザラシもセイウチもみんなそうなんですけれども、動物側も人間を見分けていると思います。
太郎はお尻をこちらに向けて寝てますね。海側を向いて寝ています。ノリトは壁に首をくっつけているような体勢です。人たちの全身には毛が生えているんですけれども、唯一毛が生えていないのはヒレの裏側って言ったらいいんでしょうか、地面につく側には毛が生えていません。岩場でも生活をしている動物なので、岩場を登ったりするときに毛があると滑ってしまうので、裏側には毛が生えていません。トドはですね、結構鳴き声も大きくて目もギョロッとしているので、怖がられることが多いですけれども、意外と可愛らしい顔をしています。ゲー類、クジラやイルカはですね、あんまり目に頼って生活をしていないので、目は割とちっちゃめなんですが、ヒレ足類、トドやオタリア、アシカ、アザラシ、セイウチなんかは、結構目に頼って生活をしているので、目自体が結構大きいそうです。東道ショープールの奥に見えているこちらの
岩なんですけれども、これはトド岩と呼ばれていまして、冬になると南下してきた野生のトドたちが上陸します。上陸するのはだいたいこっち側なんですけど、多い時は100頭ぐらい上陸することもありますが、近年は頭数がだんだん減っていまして、多くても20頭ぐらいですかね。今年はまだ来てないです。白もあそこに混じっているのかと思ったんですが、単独行動してました。これが白ですね。結構前は白と小次郎が仲が良かったんですけれども、ヒロは鉄平が怖いのであそこには混ざりたくないのかもしれません。小次郎とヒロは仲がいいと言いますか、結構悪い友達というイメージで、今トド小プールに5頭出てますけれども、室内のプールに帰らないといけない時とかはですね、ヒロが帰んなかったら小次郎も帰んないみたいな感じで、あとはまあノリと鉄平には喧嘩しても勝てないので、鬼太郎に結構ちょっかいを出して、しかも小次郎とヒロで2対1で喧嘩を売るという悪い友達です。あんまり人の感覚で言うと良くないかもしれませんが、多分間違ってないと思います。動物たちにもそれぞれの関係性はありますので、そういうのを見ていると本当に飽きません。ずっと見てられます。
というわけで本日もだいぶ暗くなってきましたので、ここで終わりたいと思います。